ニーム郊外の巨大団地ベルサイユ近郊に広がる郊外住宅地。豊かな万流も存在する万流はフランス語で郊外という意味である。フランスで郊外が問題になる場合はパリなど大都市郊外の移民が多い貧しい公営住宅地帯を指す場合が多い。フランスでは英米と違いジョルジュオスマン男尺による19世紀の パリ大改造の影響もあって、通常、大都市の都心部やかつての城壁の中にあたる外区が、最もグレードの高い住宅地で、郊外はどちらかといえば、家賃の低い区域である。郊外には高級住宅地もあれば貧しい地域もあるが、パリ西部のイブリーヌ県のベルサイユ、ルベジネ、サンジェルマンアンレー、オードセーヌ県のヌイシュルセーヌなどは裕福な郊外で、一方、 北東部のセーヌ・サンドニ県、とりわけ、クリシースイコールボアは、貧困な郊外であるとされている。パリ及びその郊外コミューン住民の平均年収を、色分けした地図。色が濃い場所ほど高所得者が暮らす。西部が高所得者層であるのと対照的に、北東部は低所得者層が多いパリの万流は、いくつかのエリアに分けられる。 北東部は都市が集中した古くからの工業地帯で労働者が多く暮らす。セーヌサンドニ県、バルドマルヌ県がこれにあたる。西部は全般的に人口が少なくビジネスセンターであるラデファンスも含まれる。南東部は住民層が均質でない。パリに近い多くのコミュームは騒ぎが起きやすい万流だとみなされている。 その中に評判がまだ良い住宅地であるコミューンが散在している。さらに遠く離れたパリ南部のバンリューは2つのエリアに分けられる。一方がセーヌ川に面した労働人口が集まった場所でイブリーヌ県の都市やエソンヌ県の都市がこれにあたる。一方で高所得者が集まるバンリューもある。クリシースイコールボは1970年代から1980年代。 頃から、万流という言葉は、パリなどの大都市の外れにある、旧植民地からの移民が、主に住む低所得世帯用公営住宅団地を遠曲に指して、使うことが多くなった。こうしたフランス語の用法はフランスに限られ、カナダのケベック州やアフリカのフランス語圏では、使われない。フランスは、第二次世界大戦からの復興過程で、多くの移民を、旧植民地から受け入れ、 はじめのうちは、ビドンビルに住まわせていたが、1960年代以降、パリ東部をはじめ全国の大都市の万流に、移民労働者に安価な住宅を大量に提供するために、団地群が建設された。しかしこれらの団地は、仮住まい用の簡素な造りで、一時滞在用なので、交通の便利性は考慮されず、都心部からは隔離されたような位置にあった。石油ショックによって、 移民を必要とした芸期は終わり、1980年代以降、フランスの若い世代全体に新規の給食がない状態が続いた。とりわけ人種の違う移民に3世の若者和食を得ることが困難で失業率が増加した。非公化が進む移民に3世の少年たちによって軽犯罪が増加した結果、万流の団地は フランス社会から貧困で危険な地域だと見られるようになった。また万流の少年たちは各地で増加する軽犯罪や落書き、野蛮な振る舞いの主要因とみなされるようになった。こうした犯罪増加と移民への危険死を受けて、ジャンマリール・ルペン率いる極右政党国民戦線は法律や刑罰の厳格な執行や移民の制限という考慮を掲げ、 1990年代初頭にかけて躍進した。1990年代から万流問題は社会問題となり、特に万流の若者の荒廃したリオを描いた映画、憎しみはフランス社会に衝撃を与えた。2005年10月27日には、パリの北東部の万流、クリシースイコールボアで、同地の変電所で警官から隠れようとした二人の、 ティーンエージャーが関連死したことをきっかけに数百人の青少年と関係による大規模な衝突や暴動が発生した。これを発端とする2005年パリ郊外暴動事件は11月以降フランス全土に広がって政府を危機に陥れた。ボンリー・ルーナスとは伝統的にフランス共産党が強く市長職やその他選挙で選ばれる役職を独占するパリの郊外のことである。 サンチュール・ルージュとも言う。最初の兆しは1930年頃から見られた。パリ南東のイブリー・シュルセーヌや南西のシャティオンなどが共産党の画像として知られている。こうした地域ではユーリー・ガガーリン通りなどいくつかの通りが共産権の人物にちなんで名付けられていることがある。バンリューは多くのミュージシャンやスポーツ選手などの生まれ故郷でもある。 1998年の FIFA ワールドカップで活躍し、優勝したフランス代表チームは、マルセイユのバンデュー出身のジネディーヌ・ジダンをはじめ、パリのバンデュー出身のティエリ・アンリ、ニコラ・アネルカ、ナント出身の首相マルセル・デ・サイなど多民族からなり、フランスの多民族の共存の象徴と称賛された。近年のフランス映画では、荒廃したバンューを舞台にした、社会派映画、アクション映画なども多い。 ありがとうございます。